連日夜遅くまで応援していただいたおかげで銀メダル獲得することができたんですけど、私自身はものすごく成長できた大会でもありますし、そしてすごく悔しかった試合でもあったので、今度は日本チームが一丸となって金メダルを取れるように、打倒中国を目指して頑張っていきたいなというふうに思っています。